魔界村。当時カプコンが得意としていた高難易度の横スクロールアクションである。本作は魔王にさらわれた姫を救うため騎士のアーサーが魔界を旅するというストーリーです。アーサーはヒゲと鎧がチャームポイントで、敵味方どもに綺麗でちょっとコミカルなグラフィックの本作ですが、とにかく難易度が高く一筋縄ではいきません。ゲームとしてはライフ制となっており、アーサーは攻撃を受けるたびに鎧、パンツ一丁、骨、脂肪となります。武器は壺から出てくる5種類で、機動や連射性、破壊力等で差別化がされています。超高難度と言われる本作は、その独特な世界観も含めて大人気となり、途中の難敵であるレッドアリーマーを主役とした別のゲームが作られたりすると、カプコンの代表する人気シリーズとしての道を歩み始めることになりました。最近新作出ないですね。なんでだろう。ドラゴンバスター、剣を回転させて切る、というアクションが斬新で、とてもかっこいい、ダンジョン型のアクションゲームです。主人公のクロービスが、捕らえられたお姫様を助けるために、ドラゴンを倒すため旅立ちます。プレステやプレステ2で、リメイクもされているほどの、人気の高いゲームで、コンプレイしても楽しいです。クロービスは2段ジャンプや、様々な剣技、ファイアボールを使って、ドラゴンの住むドラゴン山を目指します。各面の扉を入る時の、ブルルルロ、という効果音をよく真似してました。当時、兜割りが出せたら、周りからゲーマーと見られたので、必死で練習していました。ナムコのオフィシャルストーリーでは、実は主人公のクロービスは、竜の血が流れている。という設定になっているのは興味深いですね。カンフー。最近では動画サイトで、ヒャダイン氏の楽曲でも有名な、本作ですが、ファミコン版がメジャーな、イメージがありますね。しかし実はアーケード版が、原作となっています。ファミコン版では、5人だった敵が、なんと倍以上となる、11人となっており、刀を振り回す侍のようなキャラや、鉄線を投げる女格闘家など、実に多彩な顔ぶれとなっており、さらにラスボスとしては、ジークンドーの始祖、ブルース・リーを彷彿させる、上半身裸の格闘家、その名もブルースが登場と、当時のカンフー映画ブームの大人気っぷりを感じさせる作りとなっています。ちなみに本作は、これまでのアクションゲームのような、主人公対多数の戦いではなく、純粋な1対1の戦いを、テーマとしており、格闘ゲームの、元祖とも言われています。エグゼドエグゼス。
本作は当時ゲームセンターで中心的な存在だったシューティングゲームです。次期であるカーネルまたはサージェントを操作して機械昆虫集団であるエグゼド・エグゼスを破壊するというストーリーとなります。当時同ジャンルは基本的には SF または第二次大戦等のリアルな戦場をモデルとしての機械的な敵が主流でしたが、本作では機械とはいえ敵が昆虫集団ということもあって生物的な敵が多くなっているのが特徴です。システム面では通常のショットと回数制限のあるゴムであるメガクラッシュを使うことができますが、このゴムは敵機には効果がなく、画面上にある敵の放ってきた弾を消滅させるという特殊な効果があります。また操作性も上移動は速くて、それ以外はやや遅めとちょっと癖がある操作性となっており、慣れるまで注意が必要でしょう。これ難しすぎではと思ったのは自分だけでしょうか。グラディウス、アーケードで開発された本作は、コナミお得意のシューティングゲームで、後の人気シリーズの記念すべき1作目、となります。整然と並んだ敵から、目まぐるしく変わる背景に BGM、そして色の違う敵をやっつけることで、得られるパワーアップセルを、貯めて実行できる数々の機体の強化、当時としては最新の技術をフルに取り入れ、瞬く間に人気作となりました。難易度も同ジャンルとしては、比較的優しく作られていますが、それでも一撃死がデフォルトとなる、難しいゲームであることに、違いはありません。特にやられた後の復活時は全ての強化が、なくなった状態となるため、後半になればなるほど復帰が難しく、一回死んだら残機があってももう終わり、となってしまうこともままありました。とはいえ、名シリーズ1作目の本作は、この時点で基本的な要素が、すべて詰め込まれた完成品として、世に放たれたのでした。戦場の狼、主人公のスーパージョーを操って、ひたすら前方に進んで敵兵をやっつけ、たまに捕虜を助けるタイプの、縦スクロールシューティングゲームです。スーパージョーは、マシンガンと手榴弾を駆使して、非常に大量に登場する敵兵を、バッタバッタとなぎ倒していきます。マシンガンは連射可能で、手榴弾は物陰に隠れたマシンガンの、当たり判定がない伏兵や、マシンガンでは倒せない敵などを攻撃するのに使えます。主人公の手元では当たり判定がない、放物線を描くという、ある意味リアルな武器です。戦場の狼の名の通り、大量に敵兵のいる戦場を単身駆け抜けるその姿は、同時代のコントラ等の先駆けであり、ある意味遠い未来に発売される。武装者の走りと言えなくもない、かもしれません。ファミコン版も難しかったですが、やっぱアーケードは、難しいですね。ツインビー、シューティングゲームの大家である、コナミからグラディウスと、同年に発売された本作は、縦型スクロールと 2D 同時プレイ、そして何よりもコミカルな雰囲気で、
グラディウスと大きく差別化された作品となっています。基本的な仕組みは、ゼビウスに近い感覚でしょうか。ツインビーとインビーは、手から爆弾を投げ落とす対地攻撃と、対空ショットを使用可能で、これで敵を倒しながら進んでいくのですが、面白い点として、強化アイテムがあります。ステージに出てくる雲を撃つことで、現れるベルを撃つと、色が変わり、色によって、得られるパワーアップが違う、というシステムになっています。また、当時のシューティングゲームとしては、珍しく一撃で死ぬことがなく、一度ダメージを食らうと、腕がもげて対地攻撃ができなくなるものの、まだ戦える点もユニークだったと、言えるのではないでしょうか。自分次第な